抜けていくなるほど。まず25、4本ね、プルダッシュ、ね、スイムダッシュ、キックダッシュ、ほんでラスト10メートルのスイムダッシュね。でそれ終わったら53本で、あのターン局面のダッシュを3本入れるんでね。はい、10秒間隔でいいよ。50秒間隔ね。でまずプルダッシュね。プルはしっかり足しっかり浮かすようにね、水平の姿勢をしっかり保ってあげるようにね。はい、はい、はい、で今度スイムダッシュね。今のプルをしっかり活かすようにね。で龍一郎今のは手伸びてたから、スイムの時もあの感じでね、しっかりね、でテンポを落とさずね。はい、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 あ、せーの、オッケーオッケー、はい、よーい、はい。で、牧田さんは気持ち、あの5センチずつね、ちょっと頭の上、内側に入れて、頭の上からね、ちょっと持っていくというような感じでいくと、ちょっとあの細くなる、このガニ股みたいな感じにならずに細くなるんでね。で、おいくんがしっかり書いてくるようにね、あのダッシュの時はね。はい、10から次キックダッシュね。キックは水中でも水上でも OK なんで、はい、よーい、はい、はい、これも小さく速く、まあ、自分のあのこの幅ね、幅よりもはみ出へんようにクロールキックするのがあのスピードが出やすくなるコツなんで、ああいいね、はい、はい、はい、熱い大丈夫、はい、ほなラスト 10m の、キックダッシュね、あ、キックダッシュ、スイムダッシュね、はい。で牧田さんちょっと蹴り幅がでかすぎるから、ちょっともうちょいコンパクトにね。はい、はい、OK、60から行こうか、60から、はい、はい、OK です。はい、ほな50、1分20秒サークルでいきます。でターン前5メートルからダッシュして浮き上がって、真ん中ぐらいまでね。で呼吸をすぐにターン浮き上がり即座に入れへんようにね、4かきぐらいはしっかりノーブレでしっかり頑張ってくださいね。よーい、はい、まあ、100以上の、まあ、種目はね、やっぱりあの疲労残さへんためにね、すぐさま呼吸するのは別に、まあ、そこまでのロスではないですけど、 50m の競技でそれをやってもらうといきなりブレーキにかかるんで、3そうやね、はい、はい、そうやね、はい、はい、そうやね、オッケーオッケー、今のね、はい、で20からね。でターン後の2、3かきは大きくしっかり手前に出すようにね。そこで小さくなったらあと残り
全部小さくなるんでね。単語ね大丈夫ですか、しんどい はいおい、はい前を大きく、そうですね、だからあの浮き上がりね、いきなりあの小さくガチャガチャってやってもらうと、まあ、あと残り全部ガチャガチャになるんで、はい、だから1かき目2かき目は遠くに大きく前に前に出していくって感じね。はい、呼吸したあかん はい、ラスト1本ね。呼吸したあかーんって、はい、あの声も入ってるからちゃんと呼吸したあかーんって言われてはい、はい、ああいいね、 OKOKOK はい、で大きく前に、そうやね、はいはい、はい、オッケー。